こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。今回は2023年12月26日に改正された電気設備の技術基準の解釈について、改正された内容を5つ説明します。はじめに、1つ目の改正点は、着雪への対応を求める地域の条件に関する定義の改定です。では、改正の対象となった条文の1つである第58条、架空電線路の強度検討に用いる荷重の新旧対象法を使って改正された内容を説明します。まず、改正された用語は、改正前の条文の下線に示す通り、降雪の多い地域であり、この用語は改正後、着雪厚さの大きい地域に変更されます。では、この用語を改正した理由を説明します。はじめに、改正前において、電線への着雪量は、降雪の多い地域では、着雪量が大きくなるという推定に基づき、降雪の多い地域で着雪への対応を求めることとしていましたが、時代が進むにつれ、技術革新や観測データの蓄積により、地域単位で想定着雪厚さを算定することが可能となりました。そのため、改正後は、これまで降雪の多い地域で着雪への対応を求めることとしていたところを、着雪厚さの大きい地域で着雪への対応を求めることに変更となりました。なお、この用語の改正については、第59条、架空電線路の恣意物の強度等及び、第93条、特別高圧架空電線路の難着雪化対策にも適用されています。そして、第58条のもう一つの改正点として、改正前は、異常着雪時想定荷重の計算における想定着雪厚さについて、当該地域及びその周辺地域及びその周辺地域における過去の着雪量などを考慮していましたが、改正後は、加えて着雪量の評価に関する最新の知見に基づいて作成された着雪マップにおける当該地域の想定着雪厚さを考慮することになりました。では、次のスライドに移ります。補足として、改正された用語である着雪厚さの大きい地域とは、電気設備の技術基準の解釈の解説によると、過去の経験において着雪厚さが大きい地域や、着雪量評価に関する最新の知見に基づいて作成された着雪マップにおいて想定されている着雪厚さが大きい地域を指します。なお、着雪マップの例としては、画像のような電力中央研究所報告書、送電用鉄塔の着雪時荷重算定手法があります。では、次のスライドに移ります。次に、2つ目の改正点は、異常着雪時想定荷重の3分の2倍の荷重に耐える強度を求める対象の拡大です。まず、この改正点の対象となる条文は、第59条、架空電線路の恣意物の強度等のみです。そして改正点は、異常着雪時想定荷重の3分の2倍の荷重に耐える強度を求める対象として、新たに、着雪量の評価に関する最新の知見に基づいて作成された着雪マップにおいて、想定着雪厚さが35mm以上とされている地域に接する特別高圧架空電線路であって、鉄塔両側の電線の標高差により着雪量が著しく不均等となる恐れがある箇所に接する鉄塔が追加となりました。なお、これは令和4年12月の雪害により紋別市で発生した鉄塔倒壊事故の検証の結果、異常な着雪による荷重を考慮すべき箇所となったため追加になりました。では、次のスライドより、この鉄塔倒壊事故の概要と原因について簡単に説明をします。はじめに、鉄塔倒壊箇所の位置図が、こちらで場所は北海道紋別市元紋別で、また倒壊した鉄塔の電圧は 66kV です。なお、紋別市は北海道のオホーツク海沿岸のほぼ中央に位置し、一帯の土地は内陸へ徐々に高さを増し、西部は南北に連なる北見山地に、
南部は東西に起伏する千島山系に囲まれています。また鉄塔が倒壊した箇所と紋別市街との位置関係がこちらで、倒壊したナンバー152鉄塔は紋別市の市街地から約 5km 南側に位置し、沿岸から距離約 2.2km です。そして倒壊した鉄塔の画像がこちらで、鉄塔の中間から下部の部材が変形していることがわかります。では次のスライドに移ります。では次に事故の状況について説明をします。なお送電系統の役図は右図のようになっています。はじめに北海道の紋別地方では2022年12月22日から24日にかけて湿った重い雪が降り続き、猛吹雪となっていました。そして 66kV 紋別東線は23日2時46分から15時32分までに暴風雪による送電線の短絡事故等を繰り返し、9時41分に2号線、15時32分に1号線が再送電不良により停止していました。また紋別変電所へ供給するもう一つの送電ルートである 66kV 紋別線は23日7時31分に雪の重みで倒壊した樹木が送電線にかかり送電停止していたことから、紋別東線2回線と紋別線1回線の計3回線が送電停止となり、紋別変電所他が供給支障となりました。その後23日16時頃にナンバー152鉄塔の倒壊を確認しています。なお事故の経過がこちらで、12月28日に当該送電線路の仮復旧工事が完了し、翌年の3月10日に本復旧工事が完了しています。では次のスライドに移ります。では次に鉄塔倒壊の原因について説明をします。まず着雪適温帯の気温や降水が長時間継続したことにより送電線には大きな着雪が発達しましたが、電線着雪量にはばらつきがありました。これにより図のようにナンバー152鉄塔において前後の着雪量のアンバランスにより不平均張力が発生しました。そしてこの不平均張力により、はじめ張力の大きい側のナンバー153方向に倒れ始め、その後山側へ完全倒壊しました。このように原因としては電線への着雪量の多さと鉄塔の前後において電線着雪量のばらつきによる不平均張力が生じたことが原因となっています。では次のスライドに移ります。次に今回の事故の着雪マップがこちらで、今回鉄塔倒壊箇所が着雪 35mm 以上のエリアに該当し、また過去の着雪事故箇所ともほぼ合致しているため、今回の技術基準の改正の対象が想定着雪厚さが 35mm 以上とされている地域に設置する特別高圧隔空電線路の鉄塔となりました。では次のスライドに移ります。次に3つ目の改正点は、電気解釈で引用している JIS 規格等を最新のものに更新する点で、該当条文は第46条、第56条、第57条、第129条、第130条、第175条、第197条です。例として、第46条については、新旧対応表より、日本産業規格 JIS から、日本電気技術規格委員会が承認した規格になっています。なお、日本電気技術規格委員会の略称は JESC です。次に4つ目の改正点は、電気解釈で引用している廃止されている JIS 規格を最新の規格等に更新する点で、該当条文は第159条第188条です。これは廃止された JIS 規格を引用している電気解釈の該当条文について代替となる民間規格に改定し、また代替規格が存在しない場合は同等の保安水準となる性能を想定しています。最後に5つ目の改正点は、 IEC60364 シリーズ
IC61936-1 規格の制改定への対応で、該当条文は第218条、第219条です。なお、IEC 規格とは、国際電気標準会議が制定する国際規格であり、また国際電気標準会議では、電気通信分野を除く電気・電子分野について国際的な標準化を行っています。では、この改正内容について説明をします。まず、需要場所に設置されている低圧の電気設備は、電気解釈第218条に規定する IC60364 シリーズの規格に基づき、施設できることとされています。また、建物やフェンスで仕切られ、専門家のみが立ち入ることができる閉鎖電気運転区域の交流 1kV 超過の電力設備は、電気解釈第219条に規定する IEC61936-1 に基づき、施設できることとされています。そして、上記規格は随時制改定されているところ、1秒を除き電気解釈に取り入れ可能であると確認されたものについて改正をしています。以上、2023年12月26日に改正された電気設備の技術基準の解釈について、改正された内容を説明しました。このチャンネルでは、電研の過去問の解説、公式の動物などを発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。